ラジオドラマ幸せの鷹取家。福岡市早良区の二世帯住宅に暮らす鷹取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも鷹取家の人々はとてもとても幸せなのでした。表彰状が欲しい。その2。うわー、じいじが警察からもらった表彰状が壁にかかっと。額に入れると立派さが増しますね。俊太、大きくなったらじいじのごと表彰されるような立派な人間になるとぞ。よっしゃ、歴史的偉人になったみたいね。トイレに閉じ込められとった人を通報しただけやろ。ねえ、パパにはこういうのないと。何が？会社で表彰状をもらうとかさ。ないない、パパは出世には全然興味ないけん。俺と違うてポンコツの息子ですまんな、ひとみちゃん。俺だって最近表彰されとるわ。え、本当？まあね。すごいやん、なんで教えてくれんやったと。ちょうど親父の表彰と重なっとって、取り立てて言うほどのことやねえかと。お前、世界から称えられとる俺の偉大なる表彰に嫉妬して嘘ば言うとるんやなかか。嘘やねえし、たかが表彰でわーわー言いたくねえだけ。会社で表彰されたん？会社で。会社で表彰されるやら素晴らしかやんか。お父さんやら勤めとった郵便局ではヘマばっかりで、叱られることはあっても表彰されることやら一度もなかったよ。か、母さん、そげんことこのタイミングで。うん。は？うん。なん、ひとみ、手出して。金一封もらったろ、出して。もらっとらん。なんで？表彰されたら賞金か商品もらっとうやろ。賞金とかやなくて昇進させてくれるやつ？あ、いいですね。じゃあ見して。なお？表彰状。マリンも見たい。いや、見せるほどのもんじゃ。いや、表彰されるっていうことはすごいことやん。カバンの中に入っとっちゃろ。あ、ちょ。あった、これやろ。勝手に俺の。すごい、ちゃんとした表彰状。あ、本当の話やったと？すごい、大ちゃん、おめでとう。 ありがとう。見して。なんこれ、失敗したでしょ。ああ。失敗？業績ば上げたふにゃとれんけど。いじられとらん？めちゃくちゃ忙しいせいでダブルブッキングしたり、めちゃくちゃ忙しいせいで報告書の作成ば忘れたりしてしもうてさ。ああ、こげなこったろうと思った。でもその俺の失敗のおかげで営業支援ツールを導入しようってなって、導入したらチーム全体の効率がめっちゃ上がって、それで失敗してありがとうつうことで。金一封も商品も中分けたい。出世もないね。ですね。